ある日札幌方面に向かいました。いつもこの道は通りませんが、日高自動車道で道路工事のため通行止めになっていたので、国道235号線で札幌へ向かいました。いや、あれ、国道は信号もあるし制限速度も低いので時間がかかりますが、しょうがないです。告知看板にも工事のため通行止めと書いてあります。と、三河は向川間が通行止めなので、向川まで国道を走ります。朝も早いので、車の通行は少なくて走りやすいです。この辺は制限速度 50km なので、この調子だと札幌到着は30分ほど遅れそうですね。たまにはのんびりもいいかもしれません。上やトラックの後ろ走っていたランドクルーザープラドのバンパーが落ちましたね。クラクションならしましたね。完全にバンパーの外れ引っ張っていますね。運転手さん気がつかないんでしょうか。だけど不思議ですね、あんなでかいバンパーが外れて引っ張っていたら気がつかないはずはないでしょうが。門別引退入り口が見えてきましたが、今日はここから乗ることはできないのでこのまま直進です。いや、道路の真ん中にバンパーが。なるほど、先ほどの謎が解けましたよ。先ほどバンパーを引っ張りながら走っていたのは、あのトラックを追いかけていたものと推理できますね。バンパーが落ちているのは客も承知で追いかけていたんでしょうね。あそこはコンビニの出入り口なので、コンビニを出たランクルに直進のトラックがぶつかりバンパーが落ちたと思いますが、その逆も考えられます。しかし、あのバンパーの落ち方を見るとコンビニから出てきたのはランクルプロだと思いますが、そう考えると直進優先なのでコンビニから出てきたランクルが直進車台にも出てきたのでしょうか。これは推理が働きますね。皆さんの推理はどうでしょうか。コメント欄に皆さんの推理をコメントしてください。この後、無事向川から日高自動車道に乗って札幌に行きました。